はい、こんにちは。世界史の佐藤です。今回もよろしくお願いします。さあ、それじゃあ第2弾。メソポタミア。変な名前だよね。メソポタミア。なんだ、なんか覚えにくくないもともとメソポタミアっていうのは川と川の間に挟まれたところっていう意味なんだよ。で、川と川の間に挟まれてるってことは川が流れてるってことだよ。それがこういう感じ。 ティグリス・ユーフラテス <laughs> ティグリスユフラテスそういう窯が流れてるんですよでその間のところって意味なんだねでも本当はここだけじゃないここからさらにこういう感じになってるんですこういう感じになってる形が清くな三日月地帯とと呼ばれるとこ,ろこれが今日みんなにお話しするメソポタミア文明のところになります ただね、このメソポタイマ文明のとこっていうのは今のイラクっていう国のとこなんですよ。だから残念ながら私101カ国行っていてもですね、結局は行けてない。このイラクに行けたら最高だね。なかなか行けてない。だから写真自体が人からもらったものしかないので、残念ながら僕は写っていない。惜しい。さあそれでは説明しよう。えー、前回のエジプトと比べてみるんです。エジプトの場合には何を書いたかというと、公、中、新とか。 なんか国の名前書いてあって何とか長とか書いてませんでしたねそうだよねでもこれ見てくださいシュメール人アッカド人アムル人ヒタイド人何とかタなんか人の名前民族の名前ばっかりかんですエジプトと何が違うかこれでも一発で分かったでしょエジプトっていうのは外敵が入りにくい状態それと比べてメソポタミアは外敵が入りやすい状態まず何でなんだろうと思うじゃないですかこれとても重要皆さんエジプトの周りのイメージを持ってもらう 砂漠横行ったら「海」みたいなんか砂漠海だと攻めやすそうな気がしませんかそんなこと思ってたらあなたは責められませんよ人をね人のハートを責める時には無防備な人の方のが攻めにくいんだよだって無防備ってことはあなたも攻めやすいけど向こうも来るのが分かるわけでしょだから守りやすいわけですだから意外とエジプトって攻めても守られちゃってるから簡単に責められないでも逆に メソポタミアの場合には釜の周りに低い山脈がある低い山脈があるってことは少しだけ壁があるわけですよってことは壁の手前で待たれたら敵が来るの見えないわけですよつまりちょっとだけ防備してるやつのが落としやすいんだよ男もに持ったか それが落ちるんだ世界史を勉強してる時はそういうために勉強してるんだよ今のとてもいいことです覚えておいてくださいってことで話を戻そうさて、えー、とつまり民族が変わるってことだよ支配している最初はシュメール人ってこれ未だに何者か分かんないんですよ民族系統不明ただ町がいっぱいあったんですねそのいっぱいあった町は一応都市国家とされていますつまり都市国家っていうのはこれ自体が国ってことですよ だから、シュメール王国とかは言わないってことです。シュメール人はウルとかウルクとかラガシという街を作ったので、それ自体がもう国なんですね。ウル王国でもいい。ウルク王国でもいいわけです。しかし、そのメサポタミアは初めて統一した。これは初統一だね。だから国だよ、これ。これは国だね。アッカド王国なんていう言い方です。初めて統一。サルゴンなんていう。なんかお猿さんみたいな名前で。サルゴンみたいな。 そういう人が登場して一個統一したがやっぱりその人が死んじゃうとまたバラバラで結局バラバラになったものをまた後でこれまた取るもうバラバラになって閉じるバラバラになって閉じる次に閉じたのはこれ2回目の統一ですただアムル人っていう名前って、まあ、日本人ってアムル人って言いにくくないですかアムル人アッカト人言いにくいだからあんまりねアムル人って言葉使わない何を使うかっていうとアムル人が 中心に置いいた町がバビロンとう町だったのだからバビロンに国を作ったのでバビロニア王国とかバビロン第一王朝なんて言い方するんですよだからよく教養として覚えておいてほしいのは都がバビロン残念ながらバビロンっていうのは今町としては名前はないだけどまあイラクのど真ん中辺りにある町です。 バビロン第一王朝でここでもし皆さんが「これは知っときたい」って言うんだったらやっぱりこれでしょうハンムラビ法典、まあ、王様ハンムラビ王が作った法典ですルーブル美術館ありますよ今なら触れるロゼッタストーンは触れなくなりました大博物館のでもまだハムラビ法典は触れるスリスリできますね 今のうちスリスリしてギュッとしましょう。そしたらなんとなくいい感じになる。ただ下手すると笛吹かれますからね。なので見てないところでやりましょう。それは大切です。ちなみにこのハムラビ法典はくさび型文字って言ってシュメール人が発明したシュメール文字のこと。刻まれています。キュッキュッキュッキュって。で、そこに書かれている法典です。ただこれは一番古い法律ではないんですね。古いのはこの辺にあった法律です。それを全て集大成したもの。 ご存知一発殴られたら、一発殴り返していい。二発殴られたら、二発殴り返していい。目には目を、歯には歯を。よく同外復讐法って言います。つまり同じだけやり返していい。ただ、 身分差がある階級社会なんだよこの時代って、まあ、大きく言えば貴族と平民と奴隷みたいな感じですでも奴隷と貴族が喧嘩した場合これは道外にはならないね例えば間違えて奴隷が貴族の頭を殴ったとしよう <laughs> 間違えては殴んないか、まあ、殴っちゃったとしょそしたら、えー、貴族は奴隷の首を切れるこれ道外ではないよね同じ判決にはならないってことつまり身分的な差があるようなんっていうのはよくあるだから復讐法っていうのは、まあ、今の世界でも使うよねこういうのって 同じだけのものっていうでももう一つ言えるのが実はそれだけじゃなくてこれってね過失ってわかる恋ってわかるつまりやりたくてやるやろうとしてやるのと間違ってやるのっていうのは今の法律と違うよねつまり殺そうとして殺すのと間違って殺しちゃったら罪が違うじゃないそうそれってハムラビ法典ですよ知ってた これ時代で言うとさこのもってごらん今から3800年ぐらい前ですよその頃にすでに法律が恋と発出があったんですすごくないですかそういうものをルーブル美術館でちょっと独り言で喋ってみるんですよ嫌な感じですよ聞いてる方 <laughs> それがまさにこれさあそして少し経ちましたそこにこの3つの民族が入ってきてますこのミタンニとカシーとはあまり分かってないんですがこのヒッタイトについてはかなり細かく分かってます インドヨーロッパ語族と呼ばれる語族系統なんです実はインドヨーロッパ語族だからインドとヨーロッパの有名な民族はこれと同じってことですよ皆さん知ってるゲルマン人ねえギリシャ人同じもっと言うとインド人イラン人同じ実は同じタイミングで上の方に来て南下してきたってるこれがまた強いんですよ もう戦車作ってますすかからここういううういいいいやつじゃないよじゃゃななよよ戦戦車車でのは馬に乗るやつなんですけどこういう戦車を使ったりしてあと鉄を作ったのはこいつこいつらが鉄をここに入れ込んでますねだからまあ一番目立つもので遺跡としてもこのヒッタイトの遺跡はしっかり残ってますねさあそしてさらに少し経つとこの意味のわかんない海賊これ海賊でしょ海の民って日本語じゃないですか ね、だかから分かってないんでですすよ少なくとも海賊ですいろんなところに引っ張りとも実はこの海賊にやられてますからねでぐちゃぐちゃになったところにあとからこのセム系三民族っていうのが入ってくんだよただこのセム系三民族についてはかなり細かいなので今回の範囲じゃないこの次の範囲ですなのでここまで話しましょうつまりメソポタミアはエジプトよりも民族の移動が激しいことが分かっただから民族の移動っていうってことは地図で見てもらいと分かんないなってことがこれで判明したね それじゃあ概要は分かったのでこれを地図で確認してみよう。それじゃあこちらです。はい、じゃあこっち見てみよう。さて、前回やったエジプトはここになってます。そして今回はメソポタミアだからここだね。ほら、川が2つ流れてるね。1個、2個と流れています。だからここに挟まれたところ。で、さらに実はこの地域も随分肥えてます。なのでやってみよう。 いつも書くけどどうしても三日月にならないんだよねこれが三日月のように見えるから肥沃な三日月地帯というふうに呼ぶんだってことよろしいですかさあさっき言ったシュメール人の都市国家はこの辺にありますでそれをぐるっとまとめてアッカド人そしてアムル人というふうになったちょっと見に行くくなったかなすげえ楽しいみんなもやってみる、はい、ちなみにここにあるのがバビロンですバビロン第一王朝バビロニア王国はここが首都になってる この場所よく覚えておいてね何回もバビロン出てきますそしてこの後上からこのような感じで入ってくるんですよここがヒッタイト、ね、でここにミタンそしてこの辺がカッシーとこういうふうにして上から重なってくるのが大体紀元前のまあ16世紀ぐらいから15世紀ぐらいにかけてだいた大体今から3500600年ぐらい前に ザザザッと入ってきてきこれで何が分かったかっていうといやエジプトって楽しかったなってのが分かるじゃない結局他の入ってきてぐちゃぐちゃにならないからなので遺跡もしっかり残ってるしちゃんと時代も明確に分かるだけどもメソポタミアの方は上からこうやってミルフィーユみたいな感じで乗っかってっちゃうわけですよだから古いものの遺跡が結局見えなくなっちゃってる残念ただその中でも 強かっったものは残ってるんですよ例えばですよ今言った高バビロニアバビロン第一王朝この遺跡はいくつか残ってますただあのハムラビ法典でさえもこの混乱の中でどっか行っちゃいましたからね発見されたのは1900年の頭今から100年前ですよここで発見されたうーんここスサで発見されただからそ,そんなもんなんですよでそういうふうに考えるとやっぱり筆体とは強かった筆体との遺跡はしっかりと残っています こここにあるるハットっっってててててううんででですすけどどれが実は遺遺跡ととしし今でも世界産残だからなかなかここに行って何かを見ようってのはないですよねやっぱ重なっちゃってるってことですだからまあイラクよりもエジプトの方が観光地っぽいなっていうのはそういう歴史があるからでしょうただトルコの方行くとこトルコだねトルコの方に行くとまだ遺跡が残ってるのは引退とか強かったからっていうのがあるんですじゃあ実際に写真見てみようさて、えー、ナショナルジオグラティックから借りてきました お友達じゃないです <laughs>。さあ、ちなみにこれが何かというとウルのジグラットです。ジグラットって何だろう？って元々ジグラットっていうのは神様を祀るとだから、日本語で書くと政党と書くんです。おそらく本当だとこういう風に作りたかったんじゃないの。おお、ピラミッドに似てるねえ。だからやっぱりこの時代っていうのはとんがらせるんですよ。でとんがらせてここに神様を。 っっていうのののがやっぱりなんかどどこの時代もも同同じじだしどの地域も同じですただここも戦争が多かったのでこれしか残ってないっていうのが現状なんですよただ想像想像がわかないこれってどうなったんだろう本当はってしかもこういう建物いっぱいあったはずなんですその想像の中でいいですかさっきあったバビロンにもこれがあったんじゃないかって想像できませんかバビロンにあったジグラットバビロンにあった ダッセット「バビロンとバビロンにと」名前はバビルのこういう言葉聞くでじゃんタタタタタラララララララらララ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 ラ バベルの塔に住んでいる超能力少年バベルに聖。森手よりうまいだろ。ってことでこれバベルの塔ってこれだなんで2つあんのブリューゲルって有名な画家だよねこれねあの北方ルネサンスの画家ですで日本にこっち来たよな見たことないですかこれはオランダダののロッテルダムの博物館だったっけな で見たたものをちょっと写真撮りましたでこれはウィーンってねウィーンの美術史美術館にあるものです。だから実はバビルにとって何種類かあってブリューゲレっていろんな種類の書いてるだからやっぱりあれを見るとあのジグラットって実はとんがってたんじゃないのっていうふうにでこの上に神様を祀るっていう可能性があったってことがこれでよくわかるってことです。だからこういうのを想像を沸き立たせるとメソポタミア文明ってすごかったんだなって思うよねっていうことです。さあこちら見ててみよう誰がっても 必ずこの写真しか撮れなないい僕がとってもここの写真しか撮れないこれは一応獅子門っていう獅子門っていろんなところにあるんですけど入り口に獅子を置くっていうこれ獅子かでもねこれは本当にいっぱいある門のたった一つたった一つです本当たくさん門があるここ入るとドギャーンって遺跡があるんですよそのドギャーンってある遺跡を上から撮るとこんなになってんです。 これはあのあれです博物館で撮った写真です僕がなので旅行会社はよくこの写真使いますよねこんなに大きいんですよそうこれが何かというとヒッッタイトのの首都ハでですすよの遺跡ですちなみに野球場1個でこのぐらいの大きさですからまあ何個ぐらい入りますでこれ実はアッパーとアンダーがあるんですよあと宮殿のある場所全部で4箇所ぐらいに分かれてるんでこれはアッパーですよ山の上だから。 おららくここら辺にも,ここら辺にも遺跡があるね,これねなので全部含めるともう野球場多分2時国ぐらい入るんじゃないかって言われてるすごい大きな町ですこれが筆体トが強かったことが明確に分かる行ってみたいと思いませんか今のトルコですよでもどうしても旅行会社の観光になっちゃうとなぜかここ飛ばしちゃうんです何で飛ばしちゃうかっていうと筆体灯みんな知らないからですよヒッタイトがどれだけすごかったのか鉄を持ち込む馬を持ち込む馬車を持ち込むそしてそれが戦車になるそういうことを考えたらすごいものだと思ってくれればいいかなと思っています どうですかね。これがメソポタミアなんです。気に入ってくれました気に入ったらチャンネル登録よろしくお願いします。いいねボタンも一緒にお願いしますね。それじゃあ、以上ここまでメソポタミアでした。また次回、食ョランマスラマ。バイバイ。